この2つは同じメーカーのライカンで、ちょっと難しいな。大きさも見た目も全く同じ。あれ？同じかな？同じだよな、これ。スモールプライマー。1つはライフルで、1つはピストル用です。こうしてしまうと、ケースから外してしまうとわからなくなるけれども、これはこれで、これはこれと、はい、火薬の色が違います。一つは緑、一つはピンク。このようにパッと見でわかるようにしております。さすがだね。こうしておけば、どれがライフル用か、どれがピストル用か、混ざったりしないので、見分けられます。見分け方が分かればだけど、外からでは見分けはつきません。もし混ざった時は、こういうふうに反対側にして、火薬の色をチェックしましょう。そうすれば、一目瞭然。さて、左側がライフル用のライカン。右がピストル用のライカン。これを知らないと逆にしてしまうと。ピストルではライ、あ、なんだっけ。ピストルではライフルのライカンを打とうとすると硬いので多分打てないでしょう。そして、ピストルのライカンを入れたライフルはもしかするとスラムファイアが起こる可能性があります。前びっくりしたのは、ピストル、ラージピストル、ラージライフル。大きいやつの場合は、もし、ピストルが混ざったりな、の、ピストルのライカンが混ざったりすると、一応火が出るのでまずいから、ちょっと高さを低めにしております。つまり、いくら叩いてもライカンが、ライカンに当たらないので、爆発しないようにしております。もし、火の量が少ないと、もしかしたら、なんだっけ、二次爆発？燃焼でなくて爆発が起こる。あの、SEE だっけ？セカンダリーエクスプロージョンエフェクト。SEE という現象が起こるので、多分それを避けるために、ピストルのライカンが誤って、大きいピストルのライカンが誤ってライフル用に使われたとしても、使えないようになっております。これは自分が間違えたんで実証済み。以上。